はい、ありがとうございます。先ほどまではリクルート時代どういうことしてたのかっていうところからコンクロードワールドの設立当初のお話っていうところをしていただいたんですけど、ちょっとこの動画では具体的にコンクロードワールドは今何してるのかみたいなところをお聞きしたいなと思ってて、実際今何されてるんですか？一つがアフリカで学校を作ったり、貯水タンクを作ったり、石鹸を生産する工房みたいなものを作ったりっていう海外の支援みたいなことが一つ、はいはい、もう一つが物を売るみたいなこともやってまして、例えばアフリカの人が就労支援して作ったものを日本で売ったりとか、ペルーの刑務所の中で作られたファッションブランドがあるんですよ。はいはいはい、はい、日本で売ってるっていう。へえ、これ今日着てるのもこれそうなんですけど。あ、そうなんですね。ヒエタっていうブランドを、はい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 、刑務所から世界へっていうコンセプトで販売してますね。へえ、そうなんですね。ちょっとじゃあまずピエタのところからお話をお伺いしたいなと思ってるんですけど、はい、ちなみに刑務所から世界へっていうところで服のブランドを立ち上げられてるって感じなんですか？ブランドを立ち上げてるっていうよりも、はい、販売代理店みたいな形ですね。そうなんですね。なのでピエタっていうブランドがありまして、刑務所の中の人作業したりするらしいじゃないですか、うんうんうん、そこ見た時に、あ、この人たちと一緒に何かブランドを作りたいっていうことで、そのフランス人のデザイナーが始めたのがはい、ピエタっていう。あ、そうなんだ。なのでペルーではもう普通に売ってるブランドになりますね。うん、そうなんですね。はい、ちなみにそこと提携を結んだみたいな感じなんですかね？そうですね、うんうん、日本でいうと販売の委託契約結んでるのはコンフロントワールドだけらしいんですけど。すごいな。それどうやって見つけてきたんですか？コンフロントワールドのメンバーがペルーに留学している時があって、うん、はい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 、そこの留学先でとりあえずコンフロントワールドの活動作ってきてみたいな無茶ぶりをして、はい、ピエタっていう面白いブランドがあるから、うんうんうん、これぜひ日本で広めたいですっていう風に話が来て、うんうん、でそれでその現地の人にアプローチしてもらったりとか、うん、契約書とか作ったりして、でそれで開始したっていう。あ、そうなんだ。ピエタ自身も他の国にどんどん広めていきたいっていう思いはすごいあったりとか、うんうんうん、そこの囚人を活用する、でそれは囚人にしか作れないものがあるみたいなことであったりとか、うんうんうん、あとはペルーって刑務所から出たらまた犯罪を犯して入るっていうことも結構あるらしいんですよ。あ、そういうことですね。なので刑務所の中で社会とのつながりみたいなものとか、うんうん、やりがいみたいなものを持ってほしいっていう思いがすごい強かったりするので、はい、そういったストーリーを日本の人にも知らせてほしいっていう思いがあったので、うんうんうん、そこに関しては問題なく契約結べたって感じです、ね、うん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 、なるほど。で実際そこはコンクロントワールドさんのホームページから飛べるような感じになってるんですか？そうですね、ホームページから飛べますし、不定期でキャンペーンみたいなものをクラウドファンディングでやっていたりとか、あと専用のウェブサイトで販売しているのもありますし、うん、最近コロナの影響とかでできなかったんですけれども、たまにオップアップストアっていう形でお店を1日とか2日借りてリアルで売るっていうこともやったりしてます、はい、じゃあ具体的にはもうホームページに載るんですよね？そうですね、コンフロントワールドのホームページ見ていただければ、そこにお知らせで、はい、書いてありますので、そこから確認いただければと。はい、ありがとうございます。まあ、僕自身も2月の段階でクラウドファンディングされてらっしゃったんで、まあ、僕も見たんですけど、シンプルでかっこいいですね。かっこいいですね。デザインがいろいろやっぱりあるので、はい、いいですね。なんで僕もちょっと買おうかなと思います。そうですね、はい、ぜひ皆さん確認してもらえたらなと思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあ南米とかペルーでされている事業は、はい、今先ほどお話しされてた内容ですよね、はい、一方でアフリカでされている内容っていうのは具体的にどんなお話なんですか？具体的に支援のやり方としては、うんうん、我々が行って何かをするっていうのではなく、現地の提携を結んでいる NGO がいるんですけれども、はいはい、その NGO を支援するっていう形で、うんうん、まあ、様々なことをやっているっていう形ですね。なるほど。そこの支援する内容っていうのは物資の支援だったり金銭的な支援っていうところ、全て金銭ですね。あ、そうなんですね。一部石鹸とかも過去あったりするんですけれども、うん、基本的に金が一番扱いやすかったりするので、うん、お金を送金して、うん、そのお金で学校を作ってもらったりとか、うん、石鹸を生産する工房みたいなのを作って、うん、まあ、現地に雇用をみたいなことをやったりとか、あとは水のアクセスを生むための貯水タンクを作ったりとか、そういったことをやってますね。あ、なるほどっすね。アフリカはもうウガンダだけですか？今ウガンダとタンザニアですね。そうなんですね。タンザニアは学校を建設して、ウガンダは貯水タンクだったりとかを作ったりとか、あと一部難民支援みたいなこともやってますね、うんうん、なるほど。ちなみにコンクロントワールドで4期目だと思うんですけど、はい、嬉しかったことと辛かったことってありますか？基本的に辛いことしかないんですけども、まあただ嬉しかったことで言うと、はい、最初に作ったのは貯水タンクで、まあ、貯水タンク作ったのが、はいはい、そもそも水道がなかったりするので家に、うんうん、片道に3時間かけて遠くまで行かなきゃ水が手に入らないっていうような地域なんですよ。でそこで貯水タンクを作ったんですけれども、うん、実際にできた貯水タンクを目で見ると、で使ってる人いるのを見るとやっぱり嬉しかったですね。実際行かれました？あそこに行きました。あ、そうなんですね。抱きしめました、こうやって。
あ、貯水タンクを。でかいでかい。めちゃくちゃ大きいですよね、あれ。1万5000リットルぐらいで、学校に作ってるので、まあ、公共的なものにしてるんですけれども、うんうんうん、抱きしめましたね。ああ、まあ、それは確かに嬉しいですよね。なんか嬉しかったですね。ちなみに辛かったことは？仲間との別れみたいなのは、うんうん、やっぱ一緒にやってた仲間が辞める時っていうのが辛かったりはしますね。うん、まあ、確かにそうですよね。ありがとうございます。これちなみに、新井さんは他の団体の方と比べて、両立っていうところしてるじゃないですか。はい、会社員と NPO の代表、はい、メリット、デメリットそれぞれ聞いてみたいなと思ってるんですけど。まあ、僕みたいに若い人が NPO 一本でやるか、両立するかっていうところで話すると、メリットは確実にお金ですね。まあそうね。本業で余裕が出るね。やっぱり自分の生活がちゃんと回るようになって、それで心の余裕もあるっていうのはすごい大きいですね。いやめちゃくちゃ大きいと思いますね。ちなみにデメリットを挙げるとしたら何かあります？デメリットはぶっちゃけないんですけど、うんうん、まあ強いて言うなら時間とかですね。まあコミットできる時間がやっぱ削られちゃうっていうところはありますよね。そうですね。うん、意外と土日とかいっぱいあるんで、仕事してる時間って生きてる中では長いけど、それ以外の時間もまあそこそこあるんで、かき集めたら意外とやれる時間あるなっていう、はい、まあそうですね。もうそれは人の問題ですね。そうですね。あのちゃんとその時間をそっちに費やせる意思があるかとか。ありがとうございます。これちなみに今後コンフロントワールドはどういうふうに行こうと思ってるんですか？なるほど。国内の面では働き方とか副業でやってる人もいれば、開発コンサルやりながらコンフロントワールド関わってる人もいるので、僕たちが若手の国際協力のロールモデルになりたいなっていうのはなんかすごくあるので、僕たちがもっともっと活躍してて、もっともっと知ってもらって、でこういう働き方とかこういう関わり方もあるよっていう、まあもちろん NPO 一本でドーンっていう人もいるんですけれども、そうだけではなく我々みたいな新しい形もあるよっていうのを発信していきたいなっていうのが一つと、海外の面とかに関してはやっぱり事業を大きくしていきたいなっていうのは思ってまして、ペルーのファッションもそうですし、うん、学校とかもどんどん建てていきたいですし、貯水タンクもどんどん作っていきたいっていうところはありますね。それがないと頑張れないというか、まあそうですよね。そこにモチベーションは持つようにしてますし、前の動画でも話したかもしれないんですけれども、自分は死ねなかったのに、生きたかったのに生きれなかった子供がいたっていうところがあって、死んでしまうような子供一人でも減らすような活動をしていきたいですし、人生時間そんな別に長く生きるわけではないと思うので、まあ、あと生きて例えば60年だとしたらそんぐらいしかないので、うん、なのでできるだけ早く広げたいなっていうのは思いますね。うんうん、なるほど、ありがとうございます。はい、ぜひ共感してくださった方とか、いろんな動画見てほしいですね。はい、ホームページ見ていただければなと思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にっていうところで3つお聞きしたいなと思ってるんですけど、はいはい、恒例のやつですね。恒例で新井さんが世界見てきて、はい、日本っていうのをどう見てるのかってことちょっとお聞きしたいんですけど。なるほど。日本めちゃくちゃ恵まれてるなって思いますね。うん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 、あ、それがやっぱり活動してて思うことですね。それこそ家に水道もあるし、電気もあるし、トイレもあるし、はい、僕たちが活動してるところってトイレもないし、うん、水もないし、電気もないっていうところで、そこにはそこの幸せがあって、まあ、僕たちには僕たちの幸せがあると思うんですけれども、やっぱりなんかそこの生きれるっていうのめっちゃすげえなっていういや本当ですよね。日本で当たり前で利用できてるものも、海外とか行ったら全然そうじゃなかったりしますね。ありがとうございます。じゃあもう一点、国際協力って新井さんにとって何ですかね？いやー、これめっちゃ難しいですねぜひ、はい、他の方の動画とかも見ていただきたいんですけれども、うん、他の方、まあ、僕が見た限りなんですけれども、うん、国際協力をやろうとしてやってないとか、うん、あくまで国際交流ですみたいなこととか、うん、好きなことやってたらたまたま国際協力だったっていう方がいるんですけれども、うん、僕もなんとなく成り行きで旅して、うん、成り行きで代表になってっていうことあるので、国際協力に強い思いがあったわけではないので、うん、ただやってる中で思うのは、誰かの歴史みたいなものを作るんじゃないかなとか、うん、なんかすごい思っていて、うん、はい、貯水タンク作ったら、うんうん、まあ、そこで手洗ったりとか、飲み水がそこでできたりとか、それで学校行ける人も増えたりとかしますし、うんうんうん、鉄拳生産する施設を作ったらそこで雇用が生まれて、だその人の人生が変わると思うんですよね。うんうん、なんかそういう誰かの歴史を作るとか、人生を作るような取り組みなんじゃないかなっていうのは思いながら活動してますね。うんうんうん、なるほどね、ありがとうございます。じゃあちょっと最後の最後になるんですけど、はい、アドバイスをする人、国際協力やりたい人へのアドバイスとか。そうですね、っていうのはもう一つしかなくても、早くやれしかない国際協力を始めるのって僕簡単だと思っていて、その概念が広いからこそ、何やっても別に国際協力って言っていいと思いますし、うんうん、興味あるってことはなんとなくイメージするものがあると思うので、うんうんうん、早くやれよっていうだけなんですけどで、やりながらいろんな人のキャリアとかをぜひこのチャンネルで見てほしいな、うん、もうぜひ見てくださいねいろんな動画出るんでいろんな動画ありますからね。はい、そうですね。 NPO で働かれてる人もいろんなバックグラウンド持ってる人もいますし、両立してる人もいるんでね、だからそういった形で国際協力に携わってもらうっていうのもありかなと思ってるんで、はい、ありがとうございます。こんなキャリアがあるんだよっていうところもぜひ知ってもらいたいんで、よろしくお願いします。
ということで本日は国際協力の中でコンフロントワールドの代表をされてらっしゃる荒井さんにお越しいただきました。この動画がいいなと思ったりだとか面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと気に食わないなと思ったら低評価をしてほしいですぜひぜひ、はい、それはね全然ウェルカムですし、なんか低評価っていうのもやっぱ励みになりますし、うん、やっぱそこは高評価か低評価どっちかをしてほしいなって思います、うん、そうね、もっとしっかりやれよとか、うん、チャランポランじゃないかとか、めっちゃ価値残してるぞって僕は思うんですけど、はい、そこの反応見たいなって思うので、うん、ぜひそう、ね、低評価も押していただいて構いません、うん、はい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。